はい、竹チャンネル始まります。6月14日の水曜日、今午後3時7分、先ほど東京市場が終わりました。連日の高値更新ですが、本日もまたとんでもない上昇となりまして、まあ、ただね、もう3万3000というところに来ると、1.47% の上昇で483円高っていうことですからね。まあやっぱりこっからはね、値幅が大きそうでも、まあパーセンテージをしっかりまあ見ていかなきゃいけないと思いますが、まあいずれにしましても 33,507 円ということで終わりました。トピックスも 1.31% 高、2295ポイント。マザーズ指数は今日は 1.05% の下落となって 798.72。残念ながら800ポイントまた割れてしまいましたが、まあいずれにしても日本の市場は大変強い状況になりました。10年国債の利回りも 0.43 にちょっと上昇ですね。そんなところでした。まあご存知のように昨日はですね、アメリカで5月の消費者物価指数の発表になり、前年同月比で去年の5月に比べてアメリカの消費者物価は 4% の上昇ということで、前年比、これは2年2ヶ月ぶりの低い伸びと。でしかも前月比で見ても 0.1% っていうことですから、このまま行くとですね、まあ来月以降は前月比が変わらずか、あるいは前月比がマイナスということになってくると、まあ基本的にはですね、前年同月比というのは、前年のインフレ率が高ければ、当然それよりの伸びっていうのはですね、だんだん小さくなっていくのはその通りなんですが、前月比でずっと伸びてるってことは結局は物価はずっと上がり続けてるってことですからね。この前月比がまあプラマイゼロあるいはマイナスになってくるってことになると本格的にそのいわゆるインフレの伸び率だけじゃなくて絶対的なこのインフレの状況がですねまあ緩んでくるということになる。そうなるとですねやっぱりだいぶ心理的には違うし、そうなってきている状況の中でこのFF レート5から 5.25 っていうところをですね、まあ、今やっているわけですから、これだって大変高い金利なわけですよね。これを維持してるだけでも、相当経済には本来ならブレーキがかかるところなんですけれども、まあ、家賃のところがですね、なかなか下がってこないということですね。住居費は前年比で比べるとやっぱり 8% まで上がっている。一方で、エネルギーは 11.7% 下がっている。で食品とエネルギーを除くコア指数は前年同月比で 5.3% の上昇ということですからこれはね 5.2 ぐらいを予想した人たちも多かったのでやっぱりコア指数について言うとですね決して低くはまだないわけです。全体の総合指数は確かにだいぶ低くなりましたがコア指数はまだまだ高い、まあ、賃金と、まあ、家賃のところですねここがまだまだ高いということで、まあ、ですからまあ今晩のまあ FOMC、まあ、日本時間で言うと明日の朝になりますけれども、まあ、パウエル議長の発言どういうことが行われるかと、まあ、市場では 90% 以上がですね今回はスキップつまり FF レートは上げないというまあ予想が多いわけなんですけれども、まあ、しかしながら7月にはでももう一遍利上げを再開するっていう考え方が6割ぐらいを占めているということを言われています。まあでも今後のですね、経済のいろんな状況がですね、インフレのさらなる低下をですね、示唆するようなことになれば、ひょっとするとですね、5月の利上げで終わってそこからはスーッと据え置いて様子を見るということになる可能性も私自身はそういう方ではないかなと。実は思っていて、ただパウエルさんはどういう数字が出るかわからないので、今回もし据え置いたとするならば、やっぱり少し高波的なことを言って市場に警戒感はまあ持たせるように、まあいつものパターンでするのかなという気はしますね。まあしかしこれももう蓋開けてみないと何とも言えませんが、まあ本音ベースではまあこの2日前の動画で私申しましたように。まあ、いわゆる銀行の不良債権を増やすことのないようにですね、まあ、商業用不動産、まあ、特にアメリカはですね、空室率が2割になっているようなところが多いので、ただでさえですね、この借り換えで商業用不動産を経営している会社のですね、業績が
金利の上昇によって良くなくなるということになると、そういうところからもし倒産が増えて不良債権が増えるということにならないようにですね、まあ、パウエルさんの本音としてはですね、せっかくまあ地銀のですね、中小の地銀の預金流出が止まってちょっと落ち着いたところで、今度はですね、本業の方の貸し出しが焦げつくっていうような方策に、まあ、なるべくしたくないという気持ちはやっぱり持ってらっしゃると思うのでですね。ですから、まあ、今晩 FOMC スキップして、それからも経済指標、それほど強いものが出ない中で、7月もですね、まあ、様子見ができてい、くという形になればですね、まあ、一番いいのかなと思ってらっしゃるんじゃないかと思います。まあ、CPI に占める貴族家賃のところがまだ高止まりしてるんですけれど、次郎家賃指数がですね、もうこれ6ヶ月先行して動いてるやつがかなり落ちてきていますので、これも2021年の、だいたい2018年から21年の最初の頃までぐらいの平均値よりちょっと上ぐらいまで、今もう落ちてきていますから、今後貴族家賃の指数 CPI の貴族家賃の指数も大きく落ちていく可能性はあるんではないかと思いますね。まあ、これは2日前に申し上げたことと同じことと、になっております。動画の途中で失礼いたします。私竹下明則が売買をおすすめする銘柄などをお届けする投資顧問サービス KIS 公式版では、ただいま新規入会大キャンペーンを行っております。自分自身で正しい投資判断ができるようになりたい、長期的には多くの資産も築いてみたい、毎日の利益も積み上げたい、そんな投資初心者がお役に立つ情報を毎日配信しております。詳しくは概要欄をご覧ください。はい、まあそんな中で、まあ今日の東京市場、まあ冒頭に申し上げましたようにですね、高値がですね3万3665円というところまで来ました。昨日の高値が 33,217円でしたから、そこからまたですね400円以上大きく上昇すると、引け値でも 33,502円ということで、もうこれ本当にもうどうにも止まらないというような状態になってきていますね。で、なぜこれほど東京市場強いのかについては、昨日、まあ、エリオット波動という、まあ、考え方でもって、皆さんにはちょっと、ご説明をしたんですが、そんななんかもう、こう、迷信と言いますかね、夢みたいなことを言って何言ってんだろうって、まあ、思われるんでしょうけれども、でもやっぱり、こう、マーケットが本当にですね、長期のにわたる低迷からですね、上がれ始めて、本格的な上昇相場になった時にですね、何十年間に一回ぐらいこういうことがですね、やっぱ起きるんですよね、いろんな市場でも。そういうことからするとですね、まさに日本市場がそういうところに入ってきたんだろうということを、まあ、ここは素直にですね、まあ、思っておいた方がいいんではないかと思います。やっぱり、こんなに上がるのはおかしいんだと、マーケットどっか勘違いしてるということを、まあ、思いたがるんですよね。でもそれは頭がまだデフレなんです。結局デフレの時代の日本の GDP も伸びない、税収も伸びない、したがって株式市場もどっかで天井を打つ、そしてそこからはまた下落が続くというですね、まあ、このパターンのこの思考経路といいますか、こういったものが未だにやっぱり染みついている。そこは人間はやっぱりですね、経験に左右されるからなんですね。自分が生きている時代、自分が少なくとも見てきた時代の経験に、やっぱり基づくものになるわけですよね、ものの考え方が。しかし、自分の拙い短い経験ではなくて、歴史をよく紐解くと、歴史上はそうでないことは実は起きてるっていうことですね。で、日本はそれこそ30年近いこのデフレの後に、デフレが終わって、まさに価格革命が起きてきているっていうことですね。海外の投資家はですね、日本人のことをですね、インフレをあまり気にしていないという言い方をしてまして、まあ実際はね、物の値段上がった、困ったねと、電気代も上がって困っちゃったよと、その実際の庶民の暮らしということからするとですね、これは厄介なことになったなと、物価上昇困ったもんだなと思ってらっしゃるに違いないですね。しかし海外のこの桁違いのインフレに比べるとですね、やっぱり日本人は
今まであまりにも値上げをしてこなかったことで、例えば日本人の賃金が少ないって言っても、それはデフレで抑えられてきたからってことであって、結局その30年近くですね、デフレで賃金が全く上がらないような状態が来る中で、ものすごくですね、まあコストダウンを頑張って企業はですね、儲けられる体質に、筋肉質に今なってるわけなんで、こっからちょっと値上げしていくと企業の利益ってのは猛烈に上がってくるわけですよね。そうすると当然賃金上昇、賃上げも来年以降もできてくるということになるんで、デフレで遅れてた分をこれから日本市場はインフレにやっとなってですね、その分を取り返しに行くということになります。まあいろんなところでですね、日本の賃金はもう韓国にも負けてる、どこにも負けてる、あそこにも負けてるつってですね、日本をディスるような記事ばっかり。それはもう最悪の時に、しかも円安の時に比べたらそうなりますよね。これは前も言いましたが、例えば1ドル80円の時に日本の給料は国際的に見てドルベースで見て80円だったらあまり安くなかったわけですね。しかし日本の給料が国際的に見てドルベースで見るとあまり安いわけじゃないですよって言われたってですね、何言ってんのと、名目全く伸びてないし、 GDP だって伸びてないし、税収だって伸びてないじゃないかってみんな思ってたはずですよね。で、ところがここに来て名目が伸び、名目 GDP も伸び、名目の賃金がどんどん伸びる、特に1、3月の GDP は名目で 8.3 も伸びたと、実質でも 2.7 伸びたと。だけど実質賃金はまだ 3% マイナスで、4月なんかも、全然まだ上がってないよっていう話なんだけれど、誰もですね、実質を、物価上昇が何パーセントだから自分の給料は実際は増えてないんだなんてことを計算する人はあんまり世の中にはいなくて、やっぱり給与袋、給与明細見て増えたら素直に人間って喜ぶわけですよね。で、実際値上げができて初めて自分の会社も儲かっていくっていう、この久しぶりにっていうか、まあ人によってはですね、初めて好循環になった日本経済を見た方が多いと思いますね。まあ今の、そうですね、60歳のサラリーマンの人でも、まあ30歳以降は給料が伸びなかったはずですから、おそらく30歳までは伸びたでしょうけどね。そこからは、まあもちろん役職が上がって伸びた人はいたでしょうけれども、まあなかなか伸びなかったと思いますよ。まあそれこそ今60、もうすぐ5に、60、今4でもうすぐ5になる私も、実際、私が30歳ぐらいまではまあまあお給料も伸びたし、ボーナスも伸びましたけど、それからまあバブルが崩壊してですね、会社がまあ非常に厳しくなってくるとですね、まあ中にはボーナスが全く出なかったような年もありましたし、管理職になってからですね、もう恒常的にですね、本来の給料が2割カットされてるなんていうですね、まあとんでもない時期を過ごしてきたので、まあ給料が上がるとかですね、そういう発想なかったわけですよね。そうこうしてるうちに海外との差がどんどんついてきて、海外は少しずつでもインフレで、だからこう差がついてきた。だけど、円高でその差があんまり見えなかった。それがここに来て、ちょっと円安になった結果、国際的に比べてみると日本は安い国になっちゃったと。だけどそれ裏を返せば、その値段でもギリギリ儲かる体質になってる日本企業、こっから値上げをしていって、うまくそれが好循環で回り始めたら、世界一体力がある企業に変身してるっていう可能性もね、あるわけですよ。つまり、デフレ脱却で日本株が上がるって言ったら皆さんピンとこないでしょうけど、私が今言ってる非常に簡単な話ですね。デフレ脱却っていうのはそういうことなんです。つまり、お給料も上がらなかった、物価も上がらなかった。だけど、そういうこんなに安い値段で売っても利益が出るような体質になってるっていうこと自体、これが日本の会社の体質を非常に強くしてるってことなんですね。それが今資源してきていると。いうのが今この日本市場の強さを表していると、こういうことになると思います。ですから何度も言いますように、デフレ時代でどうせ上がってもすぐまた下がる日本株と、このイメージで下がったら買おう、下がったら買おう、吹いたら売ろうっていう発想だと、この相場にはもうついていくことが多分できないということになると思いますね。まあいずれにしましても、依然としてですね、日本株の強さは続いているし、
まあ、仮にどっかで一旦天井を打って調整に入る局面もあるでしょうけども、その場合はですね、ぜひこの動画を毎日チェックしてみてください。下がった場合は下がった場合でどの辺ぐらいまで下がるのかとかですね、どこからまた戻るのかっていうようなことについても、まあ 100% 当たることもありませんけれど、なんとかですね食らいついて皆様に情報をですね今後もまあお出ししていきたいと、提供させていただきたいと、このように思っております。まあ、そういう意味でですね、これからもこのチャンネルをぜひよろしくお願いいたします。チャンネル登録と高評価、そして通知ボタン等もこれからもどうぞよろしくお願いいたします。動画の最後に失礼いたします。私竹下明則が売買をおすすめする銘柄などをお届けする投資顧問サービス KIS 公式版では、ただいま新規入会大キャンペーンを行っております。自分自身で正しい投資判断ができるようになりたい、長期的には億の資産も築いてみたい、毎日の利益も積み上げたい、そんな投資初心者がお役に立つ情報を毎日配信しております。詳しくは概要欄をご覧ください。Thank you.